モンジュや、私はもう長くはないようです。母上、そんな悲しいことをおっしゃらないでください。世間では阿弥陀様におすがりすれば人は亡くなってからお浄土に行けるという教えが流行っているようですが、本当にお浄土に行けるのでしょうか。私には分かりません。ただ人が亡くなってからお浄土に行っても仕方がないと思うのですが。私はそなたのそばにいることができる今この時、こここそが浄土。ここより他に浄土などないと。その通りです、母上。この世こそ浄土でなければなりません。ならばこのお浄土にありながら、なぜ人は争い、病に苦しみ、死の苦しみから逃れられないのでしょうか。文殊、そなたにその苦しみから抜ける道を見つけてほしい。母はいつまでもそれを待っています。在学教学这里呀、你怀抱的志向是好的，还是当然佛法是这样一种东西，即使你不从事学习，也会在那么一个学生就知道的。这是老呢从先生那里学到的道理了，哈哈哈哈。老呢马上得去也请朝廷的官员了，要位置就寺庙那小分朝王他怠慢不得，你明白吧老爷。这份旧王也许可以移位去寺庙，可是可是什么？可是能保护佛法吗？
单哦。请原谅我的多事，让我替你背一点东西好吗？谢谢你的好意，可是我得拒绝你。这点做的活，需要那政府那里接受的要紧的工作呢，那难交给别人啊。点做就是做些我皇帝的活宝。正是啊，今天想做冠孙的面单，我就到接受买材料来的。为什么会把这样的工作交给您这样的人呢？我觉得像您这样的年长者，每天专心做强，研读古人的公案子路才可好啊。看上去你像是个聪明人，可是你还没有领悟到什么是修行办道，好像脸字面相的意思都不懂。什么是修行办道？字面意思又是什么？二人人，你不可忘记这一问，这样你就会知道什么是修行办道和几个字的含义。人老，我们还能见面吗？要是皇子的话，我是阿谀反相关历史造反的。对不起，我不懂外国语。我叫新茂喜，我是从日本来的留学生人，你可是我的一位日本好友，所以我今年他已经去世多晚了，就叫呼起来。去世了，你叫他库球。是源の供養ゆえん言書受かっていたいだよ。俺我が求めるものは天下だ。我は天下を取る。天下、お主が仏法を打ち立てたなら天下人、この供養がお主に帰依してやるぞ。道元、永山を出よ。私は僧を目指す。僧？待て！この盗人め！お助けください！ならぬ苦行！やめろ！道元、道元！苦行、私を切れ！何？この子らを裁くのはそなたの務めではない。
このような子らがいれる世の中を作ることこそ天下人としての務めであろう。しばしの別れを言いに来た。別れと？我はこの度鶴岡八幡宮別当に任ぜられた。鎌倉に？この次に相まみえる時は第四代鎌倉将軍ぞ。四代？三代実朝が亡き者になれば四代はこの源の公暁であろう。道元、その時までさらばだ。听到过手的死讯，是两年半后的事。遇到你，你与我之间来勇气，我改变了终极旅程的想法，一定是过手再给我力量。大人，您所说的李禅是拜求真师、追求真佛法的旅程，从天童山开始，我拜见了七位高僧，但是我觉得哪一位都不是佛法的真正庄严。我现在开始怀疑，我在这个捐馆一次的大会拜没有道心，断有修行，远修学业，贪名安利的场景之中，寻法真心本身就是一个错误。道人，请您返回天童山。返回天童山？那里有你要寻访的真师。哦，在已故的无尽藏师之后，如今战士因自己做了住持，我是战士的侍者。如今禅师是怎样的人？参禅必须身心脱落，身心脱落就是远离无明和五欲的方法。除了坐禅，没有第二、第三条路径，只管打坐。纪元，回天童山去。世间稀有，不可思议的奇缘的佛佛祖祖言传西教的呈现，
来了。闵祥啊，闵祥是一二三四五，潘道长，潘道士，莲花界一尊长，这个新界限所有的醒悟总无需以来，就是这个样子，什么都无所隐藏啊。即使屁股坐烂，大圣世尊决定的金刚座一定要做到底。
坐禅就是要放弃一切执着，可你却坐禅贪睡，还有什么出息？功告成。是。身心脱落，脱落身心，脱落，脱落。道远，就连大彻大悟也要忘却。无限的，修行也是无限的，悟道与修行的连环是要永远持续下去的。这晚月亮圆满的时候，你就在日本看他了。山川异域，风月同天。
道元様、そのようなこともおかしいですか？いや、これも欠かすことのできない大切な弁当。皆さんはどうしたのでしょう？多くの方は町へ、いわゆる座禅は修禅にはあらず、ただこれ安楽の法門なり、菩提を偶人するの主生なり。近三年七月十七日，鲁晋禅师于天童山涅槃堂圆寂。私はダルマ州仏地閣庵禅師の名手コルン・エジョーと申します。いきなりぶしつけなことで申し訳ないのですが、あなたの言われる新しい正伝の仏法とは一体どのような教えなのでしょうか？その話に入る前に読んでいただきたいものがあります。先頃、私は座禅を広く知ってもらうために不感座禅儀というものを書いたのです。あなたも座ってみませんか？
建仁寺の道元は宋からの証文の仏法を招来したのと恐れてそうだ。ということは我らのたったき伝統ある仏法を誹謗中傷しているということではないか、うん、念仏衆やダルマ衆の奴らと同じく我らが仏法にとってためにはならん。見過ごすわけにいかんな。誰は読み書きなんぞできねえんだ。商売の邪魔だから向こう行ってくんな。建仁寺、建仁寺、建仁寺。坊主のくせに建仁寺が分かんねえのか。私、日本の言葉。なんだ、異国の坊さんかい。建仁寺どこ。連れてってやるからさ、その前に与え買ってくんない。安くしとくよ。道元様いる建仁寺。道元様、この娘、お助けください。ならぬ苦行、やめろ。道元、道元、苦行、私を切れ。何、この子らを裁くのはそなたの務めではない。このような子らがいでる世の中を作ることこそ天下人としての務めであろう。私は貧しい僧ゆえ申し訳ないが、そなたに施せるものが他にない。さあ行くがよい。道元様。道元さんっているかね。道元は私ですが。ほう。私に何か。あ、もし父上。这是怎么回事？我来见宫萧殿下的诺言。宫萧的诺言？宫萧殿下不是说，道爷，如果你建立自己的门派，就来皈依吗？道远禅师，汝进师傅圆寂后，寂远的师傅就是您了。纪元，我想在这个国家里弘扬古佛天童如今朝西大乔峰，请你相救。是，多谢师父。啊，快进来，大山帅帅累了吧？给你介绍两个人。そなたに一言礼が言いたくて探していました。すぐに立ち去られてしまわれたので。あたいらには場違いなとこなんでね。そなたは昨夜宝物を連れてきてくれたのです。本当にありがとうございました。本当に一言だね。Thank you.
没不来人呗，阿拉里吧。何だよ、たったこだけかい。何を言いやがる。文句があんなら盗人にでも何でもなってあたいらの面倒見たらどうなんだ。お前はこんな男になるんじゃないよ。おり、それが天使に向かって言う言い草かい。俺だって好きで怪我してんじゃないんだよ。働けねえ体なんだからしょうがないだろ。そのくせ毎晩乗っかってくんのはどういう体だよ。恐るに足りません。いずれ来ると思っていました。どうした道元、出てこんならこちらから教えるぞ。道元です。お前は我が叡山の天下の仏法を無視して我こそは聖天の仏法と喧伝し世間を惑わしてるそうだが、聖天の証したる新たな経典なり仏像を見せてもらおうか。そのようなものはない。ない。空手元凶。手ぶらで帰ってきたかと。聖天を引き継いだ己そのものを持ち帰りました。ならばその身に何を学んできたのだ。顔脳美直。顔脳美直。目は横につき鼻は縦についている。おのれ、我らを愚弄するにも程がある。天は下道の邪教なり、落雷追放を命ずる。さらいののというのなら切る。福原短大表情集、波多野義重と申す。福原短大、いかに叡山の僧とはいえ道元殿への傍若無人の振る舞い、この義重見逃すわけにはいかぬ。ありがとうございました。それではくれぐれも。この安養院は私の母方藤原家と深い縁があり、かねてよりここを禅道場の拠点にしたいと願っていたのだ。今はたった三人で出発しなければならないが、一人が悟ればその功徳は万人に及ぶ。四人目もここにおります。道元様、ここ数日来のご共同で確信しました。私の任務をお許しください。お願い申し上げます。以上殿、お気持ちはありがたい。だがそなたは仏道の先達でもあり、何よりもそなたはダルバ衆を背負って立たねばならぬ方だ。
今はその時ではない。時が来ればどうか多衆の圧力に屈することなく不退転の精進を貫いていただきたい。シフラや藤里坊や母校里坊や母校キャルニキャやエンサハラハエシュタンのトンシャハムシキリ財宝にせくどく無料ダンバラミツグソクエンマン。竹竹竹竹竹竹竹完全に遅れてきた者がいる。申し訳ございませんでした。江城殿、どうかこの度こそ。時が来たようですね。そなたはどうしたのです？この子が死にそうなんだ。何？医者からもらった薬も飲ませたんだ。だけどダメだ。さたいには分かる。この子はどんどん悪くなってる。なあ、なんとか言ってくれよ。この子を助けてくれよ。なあ。
のが商売なんだろう。何とかしてくれよ。死んじまうよ。この子を助ける方法が一つだけある。なんだそれは。何をすればいい。教えてくれ。これから里の一軒一軒を訪ねて、身内が一人も死んだことのない家を探すのです。そしてその家から豆を一粒もらってきなさい。知ってもらいたかったのです。夢中なもんでね。え？何？赤ん坊殺しちまってね。おい。この体で稼いできた金でお布施するって言ってんじゃねえか。どうして受け取らない。この金はそんなに汚い金なのか。謹んでお受けしよう。命の次に大事であろうはずの金を喜んで捨てる、尊いことだ。おり、感謝しますぞ。
体をまっすぐにし、腰を入れてください。そうですね、はい。右手を下にし、左手を上にし、大指は支えるように。そうです。目は張らずに、この辺りを見るように。仏さんには出会えんのだよ。人間は誰もがあれが欲しい、これが欲しい、ああなりたい、こうなりたいとむさぼり、思うようにならぬと腹が立って愚かなことをしてしまう。そのようなもので目隠しをしているから仏が見えんのだ。だから座るのだ。その目隠しが取れるまでひたすら座るのだ。そうすれば自分の中の仏と向き合える。おりん、自らを殺すとは仏を殺すことだ。そして他者への依存は自らの仏を否定することだ。どうやら叡山の者どもが道元殿の隆盛を妬み、この光照寺襲撃を本気で企てておるようでございます。一刻も早くこの地を去らねば、どのようなことになるやもしれません。山奥ではありますが、越前千尋荘というところに私の領地があります。道元殿、その地なればいかようにも。ありがたきお言葉。しかし道元殿、ご決断ください。この日本にあなた様は一人しかいないのです。ガキもいなくなって身軽になったことだし、二人で東国にでも行って一旗あげようじゃないか。一旗って？それはお前やだね。商売もやめたんだよ。なんだって？なあ、どうやって食っていくんだよ。思案中だよ。甘さんにでもなるか。何？そんなわけないよ。そうだよな。そんなわけねえよな。だったら考え直して。触るな。お兄。
お姉さん、お坊さんになったの？貧しかったからです。私は親に捨てられ、人の残飯を漁ったり、時には盗みもして生きていました。あたいとそっくり。ある時思いついたのです。寺に入れば飢え死にすることはないのではと。それだけが目的でした。ガキの心で寺に入ったのです。しかし道元様と出会えた今は違います。道元様はおっしゃいました。死んで仏に会ってどうする。この世に仏と出会い、この世に浄土を見よと。私は食べることよりも道元様のもとで修行したいと思いました。道元さん、あたいの赤ん坊抱いて泣いてた。あなたが眠っている時も泣いておられました。道元様はどんな時でも私たちと苦楽を共にしてくださるのです。にして高尚寺を追われることは無念至極、断腸の思いである。しかしながらここで正殿の宝刀を消すことはできないのだ。諸君、これより我らは真の仏法建立のため越前慈悲の庄を目指す。
理解。何やったか。道元様、ダルマ州鉄通議会以下11名、入門をお許しいただきたく賭け参じました。参りましょう。高く清し、地に満ちあり、もって熱く安らかに、人に満ちあり、もって安穏なり、天上天下、東上永平。私の悟りへの道を大きく開いてくれたのは一人の老天祖であった。天祖は昔より道を求める深い心を持った僧にのみ託された職である。なぜならこれは造念のない純粋一途の修行であるからに他ならない。いささか文字を知り弁道を領ずるは、すなわち、かの天祖の大恩なり。天祖的我已经习惯了些吗？不，差不多。それはよかった。
三河様、お伺いしてもよろしいでしょうか。どうした。頭では分かっているのですが。ん？私たちは皆さんのように座禅をすることができません。遅れを取るのではと、どうしても焦りを感じてしまうのです。ならば、皆が眠っている時に座ればよい。この私を出家させてください。ナナ、やはり私が罪深い汚れた女だからですか。仏門に入る者の過去は問わない。それならば杉氏妃の囚われを捨て切ることが先だ。執着を離れた時おりん、世間にあってもそなたは十分に清らかだ。今日に帰って励むがよい。帰りません。義海様、炊く米がありません。冷えもああもありません。米が炊けぬのならば粥にすればよい。粥にも足りません。ならば重湯にすればよい。重湯にもできません。ならば白湯を飲んで座禅させていただく。日常の生活を完全に離れ、今まで関わってきたものを全て捨てる。良いとか悪いとかの考えを捨て、考えること、あるいは悟ろうとすること、一切の意図や思いを巡らすことをやめるのだ。これを非思量という。悟りを目的に座禅するのではない。思観他座、そのものが悟りである。修行様。お兄さん、いつこのうちに。10日ほど前です。春陵様のお顔を見かけないので、もうここにはおられないのかと。今は食事係をしておりますので、皆の方と同じような修行はできないのです。
されたのです。わかりません。お兄さん、どうされたんですか？キノコを探しに来たのです。それなら私が案内します。いい場所知ってるんです。ほら、あそこに。はい。ここにも。ジュリア様。毒蛇ではないので大丈夫だとは思いますが。申し訳ございません。まぶさしてしまいました。こんな私でもよろしいのなら私は構いません。お兄さん、お許しください。所詮これが不純な動機で仏門に入った者の姿なのです。自ら保身して仏道を歩み始めたあなたに対してこのようなこと。日は私であります。私は自分の過去も顧みず普通の女として春梁様と向かい合いたかったのです。そして女という道具ではない一人の人間として春梁様に触れてほしかったのです。たぶらかしたのは私です。お許しください。
信了、何をしている、信了、信了、どういうことだ。善治様、恐ろしいことに私の心に色欲の鬼が住み着いてしまいました。仏道を求める者としてあるまじきことであります。考え抜いた上、おいとまをいただこうと決心しました。これ以上この永平寺を、善治様の教えを汚すことはできません。今だ、鬼は去らぬか。ミスは通知、本当にそれでよいのだな。はい。時間だ。皆は壇に上がれ。春涼よ、永平の山門はいつでも開かれておるぞ。殿、ようおいでくださりました。このような早朝に、しかも座禅修行中にもかかわらず、誠にご無礼いたしました。いやいや、旗野殿にはいつ何時であろうと妨げはありません。この道場造営のご恩義に対して報いても報いきれぬことと、ひとときも感謝を忘れたことはございません。何度もありがたき。さて、この度の来山、北条時頼殿にはいよいよ下級のことと。
その通りにございます。むごい戦でございました。北条家と三浦一族とは頼朝公挙兵以来縁続きの親しい間柄でございます。しかし昨日の友は今日の敵なれば、矢を打ちかけ刀で切り殺すのが武士の習い。この世の主は地獄でございました。修羅地獄へ参ろうか。はい。私は天下人北条時頼に近づくのではない。苦悩にもがき叫ぶ一人の若者に会いに行くのだ。お師匠様、私もお供させてください。ならん。この度の鎌倉下校は道元この命としてのこと。以上、そなたの身にもしものことがあってはならんのだ。工事のことしかと頼みましたぞ。
時折じゃ。永平寺の道元でございます。この度はちとそなたに聞きたいことがあってな。どのようなことでございましょう。お主は僧より聖伝の仏法とやらを持ち帰ったということだが、それはどのようなものだ。釈尊より代々仏祖たちによって連綿と受け継がれてきた釈尊の正しい真の教えです。それではあまたの法門が言ってることと同じではないか。万巻の経典を読み呪文を唱え仏の名を念じても釈尊の教えを得ることはできません。お主の法門では何とする。しかんたざ、ただひたすら座ります。何もせずただ座ることの中にどうして消防などあるのだ。時折殿、それは大海の中にあって水がないというに等しいのです。何？春は花、夏ホトトギス、秋は月、冬雪さえて涼しかりけり。春は花、夏ホトトギス。道元、当たり前のことではないか。いかにも当たり前。あるがまま、あるがままの真実の姿を見ることこそ悟りなのです。座禅は大海の中に水を見ることなのです。ただし自らの仏性を知らねば大海の中に水のあることを知ることはできません。わからんぞ道元、悟りとは何じゃ、仏性とは何じゃ。幸い今宵は満月。時折殿、庭に出て月を見てみませぬか。月を。見事じゃ。少女潔白満足無欠、あなたの心の中にある月こそ仏性なのです。天空にあってこその月、自身の中に月なぞ見えぬ。さらに言うなれば、あの満月もやがては駆け滅んでいく定めであろう。時折殿、ご覧ください。時折殿、この月が切れますか。わけもないわ。見事切ったぞ道元。そうでしょうか。もう一度ご覧ください。
とえ雲が月を覆うとも、あるいは天空からその姿を隠すとも、月はないと言ってはなりませぬ。月濡れず、水破れず、月は仏性、水は己。そんなわけもわからぬ問答で、この時よりの苦悩は消えぬわ。現れるこの怨霊どもを何として退治する。退治はできませぬ。成就するのです。成就。成就とは受け入れ、怨霊の苦しみ、悲しみ、恨みはあなた自身の苦しみ、悲しみ、恨みなのです。その苦悩をすべて受け入れるのです。しかし己のすべてを捨てなければ受け入れることはできず、苦悩が去ることもありません。あなたが右手に権力を握ったその時、あなたは左手に苦しみを握ったのです。この手に掴んだ天下を捨て、執権職を降りろというのか。執権とは、忌み軸も権力に囚われると書きます。この囚われこそが、あらゆる苦しみのもとなのです。時折殿、今こそ、その囚われを捨て去るのです。私が執権を降りたら、たちまちに乱が起こる。国を平安に保つことこそ私の務めなのだ。違うか。いかに優れたものであっても、武器を持って采配を得定した者は永遠の当事者となることはできません。まして己の心が平安ならざる者に、どうして国を平安に収められるでしょうか。あなたは、救われたい救われたいと願いながら、何一つ捨てる勇気がないのだ。言うとな、道元。この時より、このような恥ずかしめを受けし言葉聞いたことがないわ。道元、覚悟の限であろうな。もとより身を捨て、心を捨ててこちらに参っております。ご存分に。
をなせば悪の報い、善をなせば善の報い。死が訪れる時、政治的権力も親しき人も莫大な財宝も決して自分を助けてはくれません。ただ一人で死んで行かねばなりません。自分に従い行くのは自分が生前に成した行為、それだけなのです。地を見てください。私はこの地にいずこにも負けぬ大寺院を建立します。どうかこの鎌倉にとどまり解散となっていただきたい。そして道元殿の仏法の一大拠点として。お断り申し上げる。断れた。私の寺は越前の小さな小さな永平寺です。私はあなたに会えてよかった。春は花、夏ホトトギス、秋は月、冬雪さえて涼しかりけり。中の僧は入水のように和合して道後に一途に励むべきである。いずれは皆が仏祖となる。僧は永遠の仏道の友である。はい。
そなたに官職を任ずる。江城を助け、三神上行に徹せよ。三神とは、鬼神、老神、大神である。はい。若縁。はい。ジェンアウマ。不用说。很好啊。我现在看到了电头像。时间远过。古佛如今常是长风的，只有我和你机缘啊！你知道我想说什么吗？知道。关晓，你是我的好徒弟，也是我的好朋友。您现在说的话对我空想是无三的话语。一つ性欲、二つ知足、行弱状、四つ権小心、五つ不毛念、六つ修善状、七つ主知恵、八つ不可論。尊の弟子たちは必ずこの八大人格を学んだ。これを修学せざるは仏弟子とは言わない。一瞬たりとも懈怠してはならん。はい。おりんの得度頼む。はい。
座禅を続けよ。
坊主から乗せたな。なんだ、坊主って儲かんのかい？あ？なんだこれ。なろうというは自己をなろうなり、自己をなろうというは自己を忘るるなり、自己を忘るるというは万法に生せらるるなり、万法に生せらるるというは自己の信心および他己の信心をして脱落せしむるなり。その手は仏様の家です。その中には仏様が住んでいるのです。ですからしっかりと仏様を守らせていただきましょう。この中に仏様がいるの？そうですよ。手はそうではなくこうですよ。雨が降ってるから。